今回はシャウティングチキンって言うんですけど、まあ日本だとよくびっくりチキンって言われている鶏のおもちゃですね。それを買ってきました。これね、すごい発狂するんだけど、ココタンがそれを聞いた時にどんな反応するのか見てみたいと思います。はい、じゃあとりあえず開けようか、ココタン。めっちゃ気になるじゃん。びっくりしない、まあ、最初は普通にこのおもちゃに慣れてもらおうと思います。叫ばないで普通に遊びます。鳴らないようにね。もしかしたらね、驚いちゃうかもしれないから。これはいいよ、これはいい、これはもういらないやつ、これはいらないやつ。バコさん、これはもういらないやつ。これじゃない、遊ぶのはこっち。気になるね。食べちゃうの？食べるの？うん、頭から食べちゃう。頭から食べちゃう。何やるおもちゃかわかんないよね、まだね。じゃあ下で遊んでみようか。で、下で遊んでる時に鳴らしてみたいと思います。今のところちょっとなんだろうこれっていう感じですね。気になる。足だよ、足。じゃあちょっと頭気になってるから鳴らしてみますね。怖い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 、ポコタン怖い。ほら、ポコタン。怖い怖い怖い。あ、怖いけどちょっと気になってる？はい。いや、僕の顔見なくていいよ。ポコタン。それどういう意味、ポコタン。なんでなんで持つとお尻当ててくんの。どういう意味、どういう意味それ。